はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は修正されても完全復活、高速ソロお金稼ぎとなります。まずはね、 GTA オンラインの時間で20時から1時半ぐらいの間でまずはスタートします。これからね、時間を止めに行きます。だいたい時間を止めに行ってる間に2時間ぐらいオンラインの時間は進んでるので、これぐらいの時間でスタートするのがいいです。ではストーリーにまず行きます。ストーリーに行ったらタッチパッド長押しでディレクターモードを開始します。ディレクターモードを開始したら、今度はアクターからストーリーのキャラクターを選んでください。この時フランクリンになってるので、このままね、ディレクターモード開始でも大丈夫です。そしてここからの操作間違えないようにしてください。タッチパッド長押し、設定から夜に切り替えて、四角を1回押す、R1 ボタンを3回押して三角を押します。でバツバツってやって携帯を開くと時間が止まっていることになるので、今度はオートセーブをオフ、そしてゲームをロード、1個セーブデータを読み込みしてください。読み込みが終わると今度はね、ストーリーに行きます。携帯開くと時間が止まっていれば OK なので、この状態からオンラインの招待限定セッションに移動します。ではここからね、準備とかも詳しく説明していきます。オンラインに入った時に22時から4時の間であれば OK、 もしも時間がね、まだねその時間になってない場合はクリエイターに行き、招待限定セッションに行くと時間を調整できます。必要な準備はアリーナです。アリーナ、ワークショップフロアだけでもいいし、1階2階があるとよりスムーズになります。複製する車両はアリーナの車両で、1Cレトロカスタムや、または予算が少ない人は5万ドル以下で売られている車両で、超高額なカスタムのエレジー RH8 をアップグレードしたエレジーレトロカスタムなどを使います。そしてこのアリーナの中に、一つね車両が用意してほしいものあります。エレジー RH8、 これをね1台用意しておいてください。そして複製の犠牲車両となるファギオ、これはクラブハウス以外に複製したい分だけ大量に用意してもらいます。必ずねクラブハウスにはない状態にしてください。もしもクラブハウスにファギオがある場合はサンチェスなどを買ったりして、消すようにしてください。そして MC プレジデントを使うためにはこの、クラブハウスを購入しなくちゃなりません。これはねめちゃくちゃ安いところでいいです。北の方のね安いクラブハウスでも大丈夫です。また地下基地を購入してから機動作戦センター、これは必ず区画3を個人車両保管庫にしてください。武器乗り物ワークショップはダメです。これが準備となります。ではアリーナの中にあるエレジー RH8 を外に乗り出していきます。車両のアクセスは乗客にしておくといいですね。最初の設定では車両アクセスは乗客です。これで一度外に乗り出して、これから機動作戦センターなどを最初にセッティングします。セッティングが完了すれば、あとは結構高速でね複製できるので、現時点では一番早いソロ複製になると思います。では外に出たら機動作センター要請、もしもね機動作センター要請ができない場合は車両から降りてね要請してください。そして動画と同じような場所にね停車させて、これからセッティングすると楽だと思います。ではねそこら辺の村車両などをパクってもいいので、機動作戦センターをさっきねエレジー RH8 を置いた場所あたりにねセッティングしていきます。この時に機動作戦センターの後ろの青いサークルが確実にね出るような場所に停車させてください。これはね地面が平らな場所じゃないと青いサークルが出ません。そしてね、道路側じゃない方ですね、ここの、ちょっと草にかかるかなっていうぐらいのちょうどこの位置ぐらいに機動作センターのを停車させて、右十字キー長押ししてトレーラーヘッドというね運転の席をねこう外します。そしてこのトレーラーヘッド、今運転している部分を U ターンさせて反対に止めていきます。ちょっとね夜なのでね分かりづらいかと思うんですけれども、ここからね機動作戦センターの後ろの部分のちょうどね真ん中あたりにあるね、まあ、タンクみたいなところと機動作戦センターのトレーラーヘッドについているタイヤの部分、ここでねエレジー RH8 を挟み込むような状態をこれから作っていきます。
ちょっとね、逆ハの字みたいな感じ、こっから見るとハの字みたいな感じで停車させるといいですね。そして三角でワープで LHRH8 に乗れるような状態を作ります。これは一度作ってしまえばずっと連続でできるので、ちょうどこの位置がいいと思います。この時にね、必ず後ろに青いサークル、機動作センターの後ろ青いサークルが出てるようにしてください。これね、電柱が近すぎるとダメかもしれません。ちょうど映像と同じような感じで三角でワープで乗り降りできることを確認します。では手持ちのお金、所持金を10ドル20ドルでもいいので銀行から引き落として、自分で手に持ってるようにしてください。所持金持つようにしてください。そしてね、女性、プリプリの女性がいるところに近づいていきます。車両アクセスは乗客でスタートです。まずは車両アクセスは乗客です。そして女性にゆっくり近づき、クラクションを押したり、または右十字キーなどを押して女性を隣に乗せます。そして乗せてからはゆっくり運転してください。荒い運転をすると急に降りたりしちゃいます。車両アクセスは今は乗客の状態です。ここから機動作戦センターのハの字にね、停車させたところのこの真ん中にスポーンとね、車両を入れ込みます。左のドアも右のドアも塞がってる状態。そしてこの状態から近くで、1回ね、発砲します。車両アクセスは乗客の状態で、近くで銃などを構え外に発砲します。この時にね、サイレンサーみたいなついてるやつの方がいいと思います。まあ警察とか来づらいということです。で、撃って中の女性が怯えていることを確認したら三角で降ります。この時女性はまだ助手席に乗ってます。なので機動作センターのトレーラーヘッドに乗り、ちょっとずつ動かしていきます。そして車両アクセスを全員に切り替えます。機動作戦センターの運転台、トレーラーヘッドをちょっとずつ前にずらしていき、この中の女性が運転席に移動した瞬間にまた車を、左のドアを閉じるということをやっていきます。これはね、微調整して慣れてくればめっちゃ速くなります。必ずね、この全員に切り替えておき、まあ、R2 とかでこのね、機動作センターの前の方に移動していきます。そうするとね、女性がね、ふっとね、運転席に移動します。この移動した瞬間にバックしてすぐにドアを塞ぎます。こうなれば OK なので三角で降ります。そして女性が必ず運転席にいる状態、車両アクセスは全員になっている状態になれば OK です。このように運転席で怯えている状態です。この時外出ちゃう時っていうのはね、やり直してください。ではモーターサイクルクラブに登録します。 MC プレジデントです。そしてこの車両から一定の距離必ず離れます。アリーナの入り口あたりまで移動して、複製の犠牲車両となるファギオをクラブハウス以外のとこから要請します。要請してから 1,2 秒経過して、複製したい車両が入っているアリーナの中に入ります。アリーナの中に入ったら複製しようとしている車両、例えば石井レトロカスタムとかサルタン RS とかエレジーレトロカスタム、そういった車両を外に乗り出します。デラックソとか高級車は複製してもほとんどお金にはなりません。では外に乗り出したら、今度はね、この中に乗っている女性、エレジーアレチャージに乗っている女性を撃って倒してもいいし、撃つとね、手配度がついたりしてちょっとめんどくさいなっていうことであれば、この車両を逆側からね、ちょっとね、押し出してあげるといいです。この向きで無理にボンと押しちゃうと機動作センターが微妙に動いちゃったりして次が入れづらくなるので、反対からちょこっと押してあげてください。どんどんと押すと女性が降りればね、 OK です。で、エレジー RH8 が消えます。これ石井レトロカスタムのね、ナンバーが見えている状態であればナンバーが変わります。で、今このカスタム見えない状態なので、このまま機動作センターの中にこの車両をしまう。これで1台複製完了です。めちゃめちゃ簡単です。ではね、連続して複製する方法です。この石井レトロカスタム外に乗り出します。そしてアリーナの前に移動していきます。アリーナの前でね、この車両は、外にね、置いといてもいいし、まあアリーナの中にどっか入れてもいいんですけど、まあ歩きで中に入っていきます。そしてエレジー RH8、 これに乗って外に出ていきます。
最初の車両アクセスは乗客でスタートです。これね、忘れないようにしてください。ここで使う車両はね、何の車でもね、実際女性が乗れるものは何でもいいです。でもね、間違ってね、これが犠牲者になっちゃったりすると困るっていうことで、まあ、一応 LH、RH8 を使うことをお勧めしてます。車両アクセスは乗客でスタートです。乗客のスタートにしておき、女性を近くで助手席に乗せます。そして乗せたら、今度は、機動作戦センターのハの字に停車させているところにこの LGRH8 を持っていきます。どこかにぶつけないようにするといいですね。で、このハの字の状態のところにズボッと車両を入れて、左も右もドアが塞がっている状態、四角を押して銃を構えて外に一発発砲します。発砲して女性が怯えたら三角でワープで降ります。ワープで降りてから機動作戦センターの運転台に乗り、ちょっとねアクセルとかを押してね移動していきます。その時ね、車両アクセスは全員に今切り替えました。これで機動作戦センターを前にちょっとずつずらして、女性が助手席から運転席に動いた瞬間、またドアを閉じるっていうことをします。この時なかなか女性が置かない場合は、乗客と全員っていうね車両アクセスを切り替えてもいいです。で、ちょっとずつ動かして女性がね運転席に行ったら、ヒュッとバックして閉じる。そうすることで運転席に女性が閉じ込められた状態となります。これ助手席だとねできないので、必ずね運転席に移動された状態を確認。そしたら一定の距離を離れます。ここでね MC プレジデントからファギオ要請です。ここでもしね車両を元に戻すみたいな文字がいつまでも出てる人は、必ずねもっと離れるっていうことです。で、ファギオ要請してから複製したい車両が入っているガレージに入っていきます。これは、アリーナのね、ワークショップフロアでも大丈夫です。では今度はね、LG レトロカスタム複製します。ナンバープレートが見やすいようにねこれ見せていきますね。最初に複製しようとしている状態では、ナンバープレートがこのようなナンバーになってます。で、この LGRH8 をどんどんと押してね女性が降りると、今度はねファギオのナンバーがここでね LG レトロカスタムに移ります。これでナンバー変わりました。これ複製されてるって状態です。あとはセーブかけるために機動作センターの後ろに行き、右十字キーを押して保存。これでね完了となります。というわけで修正入ってもまたね回避できちゃっているので、よかったらねやってみてください。